ネギメンバーのつくひろです。今日はご覧の通りね、おなじみのメンバーがいるんですけど、これまで公開してきた座談会動画がすごく好評でして、コメントもいっぱい来るしね。で、本当皆さん見てくれてありがとうございます。ということで、2、3卒座談会で、一応2、4卒の就活が始まってるので、すんなりメンバーの24卒期待のホープですね。期待のホープを MC に公開して任せてください。どうも、春代理メンバーの豊田優馬です。日本卒です。よろしくお願いします。じゃあ MC お願いします。はい、まずは簡単に自己紹介お願いしてもいいですか？はい独協大学の今休学してて日本卒の高橋涼香です。よろしくお願いします。立橋大学23卒の大塚紀穂です。お願いします。お願いします。はい、専修大学23卒の星武部です。日本大学23卒の宮下由香です。お願いします。じゃあ4人の近況報告お聞きしたいのでお願いしてもいいですか？じゃあ誰から聞く？誰からにしようかな。ユーマは聞きたいけどね。僕は正直ちょっと今だれちゃって、はい、はい、4月とかはすごい頑張ってた時期はあったんですけど、うん、テストとかが前にあって、うん、ES とか面接対策とかすごい怠っちゃって、今はゆるっとやってるっていう状況なので、パス、うん、今日は入れてほしいなって大会系だね、はい、そうなんですよ。サマーインターンは参加するんだっけ？サマーインターンは何社か今参加し終わって、そう、もう終わった、はい、でもたくさん参加してる方ではないと思うので、うん、もっと自分のやりたいことを見定めてやりたいなって思います、ね。気になったところはあった？正直ここ行きたいって選んだんじゃなくて、ちょっと面接の場数とかエントリーシートの場数とかを踏むために、ね、とりあえずなんか有名なところだったりとか、うん、周りの評判がいいところを受けてるっていう状況になります。優遇とかもらった？優遇というか一時免除みたいなのはなんかサマーインターンじゃないんですけど、人事の方と面接というか面談してもらって、あ、一時いいよパスでみたいな。へぇー、うん、いや、全然優秀なので、皆さん。なんで鼻広げてるの？じゃあ、鼻広げてるスーさんから話しようですか。鼻広げスーさん。鼻広げ最近は、まあ、休学して、インターン頑張ろうと思って休学したので、就活はやってなくて、めっちゃインターンにフルコミットしてるっていう感じなんですけど、11月、12月お休みするんだよね、インターン。だからその時期に自分のこれからについて考えたり、就活やってみたりしようかなって思ってます。うん、どうする？また就活しない？するいや、何が言うんだよ。いつもさ、する詐欺してるの。そうね、今回本当にするの。行きたい会社がないんだよね。あ、具体的に何するかとかって決めてますか？決めてない。ああ、でもこれ、ね、一番ダメなやつ。めっちゃダメなやつ。スタクション、スタクション。11月、12月とかだったらさ、ウィンターに応募するとかじゃない？確かにね。情報系がいいなって思ってます。メディアがいいなって思ってます。そこだけでも固まってると、すごいやりやすいなって思うんですけど、今の2卒ってあんまり軸とか定まってない人多いと思うので、軸をなんか決めるにあたってやったこととかって、うん、私はそれこそ就活やった豊志と同じ時期の時は、はい、マジでやりたいこと分かんなくて、はい、だけど依頼のインターン何かにめっちゃ本気で頑張ってみるのがいいと思ってて、めっちゃ頑張ってやってたら、あ、自分これやってる時楽しいなとか、これやってない時楽しくないなとか、経験してみて自分で実際に。じゃあ今、まあ、何か熱中してる人はもう一つのことに就活か関係なしに取り組むってことが大事ですね。うん、めっちゃいいと、うん、じゃあゆかさん、体の緊張感あるよね、これ刺される。あ、そうなんですか。じゃあとりあえずゆかさんどうしよう。私は最初に興味があった業界が、うん、自分にあまり合ってなかったなっていうことに気づいて、うんうんうん、後々見てた業界が自分に合ってるなって気づいたんですね。だからやっぱり幅広くいろんなところを見るのが大事だなって今すごい思いました。自分が今まで体験したことだったりっていう内容がやっぱ通りやすい業界と通りにくい業界があると思うので、通りやすい業界は自分に合ってたりするのかなって思う。全然通らないなってなったら、いろんなところに受けてみたりとかすると、意外と自分はそっちの方が合ってるんだなとか、実
体験だね、うん、他に何かありますか、伝えたいことって。最近はみんなで目標に向かってインターンを、ね、頑張ってね。ウイカ先月めっちゃ頑張った。そう、ありがとう。ウイカ先月 MVP だった、ね、やったー、すごかったです。ありがとう。ありがとう。次はじゃあキーさんお願いします。私は就活関連だと、うん、内定先の人たちと懇親会して一緒にご飯とか行きました。センダリーのファンって言ってて、ホス君のファンが多かった。みんな本当に見てくれてて嬉しかったですね。それが最近の。それ以外だと一人で登山行ったりテニスしたり走ったり、ちょっと走ってんの。あ、二人で、うん、走ってるよ、僕ね。そう、割と走ってる。ね、そんな感じですね。いいね。近況。じゃあそれでは大鳥の星かけるさん、お願いします。ですね。言いたいことがあるんでしょう。あるあるある、ね。最近めっちゃやってて、いろいろ。楽しくてしかないんですけど、うん、生活が終わった時間を自分の好きなことには完全に当てられてるので、うん、友達とこういうことやってみようぜとか、シェアハウス住んだりとか最近してるんですけど、うん、一人暮らしめっちゃ楽しい。はい、ということで次は去年の夏休み就活どのぐらいやってたかっていうことをお聞きしたいなって。本当に思ってる。いや、すっごい聞きたいです。本当に参考にしてくれる、はい、勉強させていただきます、はい、じゃあまた僕からさしていく方式で、はい、じゃあ次は星かけるさんからお願いします。お前だみたいな感じでさせてあんまりやる気が出ない、ぬるってくるから。あ、じゃあ、まあ、じゃあ最初は誰にしようかな。じゃあ星だ。これやばいね。ハンちゃん、これ行きましょう、行きましょう。眠った時に先生に言われたらさ、ハンってなるじゃん。それと全然一緒。あ、OK です。だから星ですよね。はい、去年の夏は、まあ、僕はね、ちょっと特殊なんですけど、記憶する前の大学3年生の話があります。大学3年生の夏は完全部活しかやってないですね、僕は。去年の夏は僕、休学中なんで、インターン先でコーポレートサイドとかなんか作ってました、全力で。出勤時間10時から10時ぐらいまでずっといて、ずっと作ってましたね。就活やってなかったの？やってない、興味なかった就活。普通に大学3年生の時は。いや、話何も聞いてないじゃん。休学中はインターンやったのか。休学中はそう。なるほど。興味なさそう。3年生で今部活生で、就活全然やってない人からすると心強いというか。まあ僕は休学してるからね、ちゃんと見えないところですけど、はい、本格的に就活始めたの結局3月からで、大賞はいけたので、評価される内容やっとけば大丈夫だと思います。ありがとうございます。じゃあ次はどうしようか。じゃあ鈴だ。これ何だろう。ありがとう。去年のこの時期は6月7月ってめっちゃなんかインターンに応募してた記憶がある。去年の6月ぐらいに私初めて動画出たんだけど、その時 ES 添削してもらってた気がして、1日密着もしてもらってて、その時の動画見返すとめっちゃ就活出てた。バカにしてる。バカにしてる。でもそれでいっぱいに顔めっちゃガチってた就活、うん、でも、うん、いや落ちまくったって言っても正直10社ぐらいしか落ちてない気がするんだよね。行った数は行った数1、2個しか行ってない。しかも全部専攻じゃない。それは専攻来たやつ全部落ちた。なんか初めわかんないじゃん、どこやったらいいのか。だからとりあえず名前を知ってるとこだけに申し込むのよ、うん、しかも就活を見てくれる人が私いなかったから、うん、なんか全部自己流で書いて SPI とかも何も勉強せずに挑んでたの。だからまあそれ落ちるよねって感じで全部落ちまくって、就活やりたくないなと思って8月頭ぐらい超病んでた気がする、この時期。へーな感じでした。それなんか踏まえて24卒にこれ絶対しといた方がいいよみたいなのがあったら教えてほしいです。SP は絶対に勉強してた方がいい。あともともと頭がいい人はいいんだけど、私数学全くできないし計算とか全然できないから、もうボロボロだったから SP は絶対に勉強してからサマー挑んだ方がいいっていうのと、 ES とかも自己流だったら絶対やばいから絶対誰かに見てもらった方がいい、うん、去年就活ちゃんとできた先輩に見てもらった方がいいなって思いますね。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、そう、またありか。じゃあ次はキーだ。お前変わっちゃう。お前来てきた。おいじゃあ、ね、キーさんお願いします。去年の夏はあとは池田さんに話してもらったりしてましたね。ちょっとアプローチの仕方間違えちゃった。わかるわかる。私も同じ。そうそうそう、そういうのがなんか